それじゃあ決勝戦、ポルトガル。相手はポルトガルです。やっていきましょう。クリスチアーノ・ロナウドがいるからね、相手には。クリスチアーノ・ロナウド。俺でも知ってるサッカー選手、クリスチアーノ・ロナウド、メッシ、ネイマール、ズラタン・イブラヒモビッチ。その人しか知らない。あとは知りません、サッカー選手。そのクリスチアーノ・ロナウドが、入れ墨を入れない、献血をするために入れ墨を入れないクリスチアーノ・ロナウドがいるんで、あいつには持たせてダメでしょう、多分。すごい卵みたいな球場。すげえ、ちゃんと反射してるね。これがワールドカップって言われるものなのか。あ、ワールドカップってそういうこと？カップを取るからワールドカップってこと？ブラジルでやってるんだ。あ、そうか、ブラジルワールドカップだったもんね、この前って。違う、この前ロシアワールドカップだったな。ブラジルワールドカップはその前か、2014年か。ですが、まあブラジルであります。すごい、日本のサポーターもいっぱいいっぱいいます。藤波、山田哲人、鈴木誠也、前田健太、秋山翔吾、 T 岡田、田中将大、ダルビッシュ、セファード優、小林誠司、坂本勇人、キャプテン、日本のキャプテン坂本勇人。日本代表のキャプテン誰なんだろうね、あのリアルの侍ジャパン。野球の方ね、野球の方でキャプテン制度なんてないか、ないのかな。え、サッカーは誰が今キャプテンやってんの？遠藤がやってんの？遠藤、長谷部、もしかして長谷部か遠藤がやってか、長友か本田がやってるんじゃないの。そっか、岡崎か。おお、つぶらな瞳、めちゃくちゃなんかいい名手だね。ポルトガルってヨーロッパだよ。ちっちゃい19番、身長128センチぐらいしかなさそう。ちっちゃいね、身長。あ、出た。背番号7番なんだ、クリスチアーノ・ロナウドは。あれなのかな、チームでも7番背負ってるのかな。まあ、これぐらいの選手だったら同じ番号背負うでしょう。こんなスーパースターだから選べるでしょ、こいつ。こいつが背番号1番っつったら1番になるでしょ。19番、ちっちゃくねえか。ユニフォーム、なんでみんな相手シャツ出してんの？うちシャツ出してないんだけど、そこでなんか得点欲しいんだけど。ボーナス得点、何点か、1点か2点か、そういう、なんていうの、礼儀、礼儀というか、なんか礼節というか。やっぱ常識じゃん、シャツ出さないって。だから野球ユニフォームでシャツ出さないでしょ。じゃあ出さないでしょ。サッカーユニフォームも出したらダメだじゃなかったっけ。そう、人間らしさが出ちゃうんだよね、シャツ出したら。そういうとこだよな。スルーパス警戒、スルーパス警戒してるぞ相手は。じゃあスルーパスをします。警戒されたらやらない方がいいのかな。なんかめっちゃ上がってるね。クリスチアーノ・ロナウドにパスを出されたら まずいんだよな。いや、クリスチアーノ・ロナウドをキープしすぎると他のやつがフリーになるのか。そうやってこいつらは点を取ってきたのか。クリスチアーノ・ロナウドを警戒させてもいい、警戒させたらクリスチアーノ・ロナウド以外のやつが悪し、クリスチアーノ・ロナウド警戒が解かれたらクリスチアーノ・ロナウドにパスを回すと。どうやって守っていくか大切ですね。やっぱあいつにはあんまりボール持たせてダメでしょう、クリスチアーノ・ロナウドには。長田、誰、長田って。田中、一回大谷になって、マー君早いな。うわ、ファール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 、よーし、いいぞ。出る、出る、カード。19は身長ちっちゃい、128センチ。マー君がだいたい2メートル80センチぐらいあるから。なんでマー君が怒ってるんだ。ファールってことでしょ、これ。これは完全に行ったよな。完全に行きましたね。さあ、フリーキック。ちょっと角度がないというところ。ゴール。ボールを受けて。ゴール。やばい、カウンター。クリスチアーノ・ロナウドに渡さな、潰せ潰せ、いやまずいよ、潰せ潰せ、よーし、大人数で取りに行こう。やばい、ロナウド、ロナウドキープ、ロナウド、ロナウド、ちゃんと見といて、ロナウド、ロナウド見といて。そうですね、全
体的に押し上げるイメージで、ファウルか？相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね。ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手ロナウド、ロナウドここ、ロナウドの邪魔しよう。はい、ロナウドに来る。まさにこれがポイントですよね。そうですね。わかりますよ。あ、取った。坂本。いや、ここにいるのか。でもなんとか、なんかようかからんけど。チェックを受けますが、どうしません。スペースを狙った。丁寧に安本を使う。チャンスになる。チャンス。あー、シュート。ミドルシュート。いやー、打てんか、こっから。この位置で受ける。お、おお。ダニーロ・ペレイラ。まずいね。素早いパスです。クリスチャン・ロナウド来た。前半まだ両チーム、クリスチャン・ロナウド。ちょっとおい、一回後ろ戻した。消極的ですね。世界のクリスチャーノ・ロナウドとか言われる選手が。ちょっとバックパスは、おお、なんじゃそれ、今のなんじゃそれ、なんだ、高くねえか、クソ、なんだあいつは。ヘディングも得意なのか、クリスチャーノ・ロナウドもしかして。いや、パスもできるのか、すげえ。絶対取られたかと思った。ラッキー、こっちに人がいねえ。パス出して、一回こっち行くと見せかけてこっち行って。大谷に一回当てて、スルーパス、あー、取られたか。鈴木誠也、帰ってくれ。まずい、クリスチャーノ・ラウドに。クリスチャーノ・ラウド、クリスチャーノ・ラウドに出すな。はい、トラップがでかい。そんなでっかいトラップしちゃダメよ、秋山。まずい、クリスチャン・ロナウド、クリスチャン・ロナウド、キープ。クリスチャン・ロナウド、見てる、ちゃんと、クリスチャン・ロナウド。見てるか、どこにいるんだ、俺は見えてないぞ。まずい。よし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 。クリスチャン・ロナウドに出されなかったらなんとかなる。おい、こいつ疲れさす作戦しようか。クリスチャン・ロナウド走らして。おい、走れ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 、ロナウド。おい、ロナウド、来いよ。おい。あ、やべ、新しいやつが来た。前田、坂本。もう取られた。よしよし、チャンス。ゴール。ここで大谷翔平、ワールドカップ決勝で先制ゴールを決めた。優勝へ大きく近づくゴールが決まりました。よくわからんけど、今のはよくわからんけど、なんかぐしゃっとなってゴール決まった。これぞ日本のサッカー、スモールベースボール。なんかパス回しは良かったよね。この辺がよくわからないな。お、坂本のスライディングパスからの。そしてキスし合うと、坂本と。この辺がちょっとなんかトラップミスったけども、相手が蹴るときにうちこっちが蹴ってなんかわからんけどラッキーっていう。で、おい、2人スライディング来てます。これで先制と。じゃあ、あとはクリスチャン・ロナウドだけ守っとこう。クリスチャン・ロナウドはキープ。あいつには絶対ボール渡しちゃダメだよ。絶対ダメだよ。ロナウドだけには絶対渡してはいけません。日本としては、もう前半終盤なので無理はしないでしょうね。まず、じゃあ渡しちゃダメって言ったで、おおむね。一気に前線にボールを送る。かまずい。うわー、ついよ、こいつ。お、こいつもうずるくねえか。反則でしょ。反則じゃん。うわ、なんか俺、なんか、うちと同じ、誰かいなかったっけ、このゴールパフォーマンスするやつ、うちに。いたよな。なんだこれ、今の。クリアして、ここで取られた絵、一気にクリスチャン・ロナウド行って、はい、ポーンって。簡単に点取んな。俺が頑張って苦労してなんかまぐれで点取れたのに、向こうは簡単に点取りやがる。もうダメだこいつ。こいつもう絶対近寄ってダメだ。このまま行けば流れ変わりますね。走れ。動きましたよ。自分で行く。いやー、だからこれ多いね、キーパーに。キーパーに行くのが多いですね。
じゃロナウドにだから。OKOKOK。ロナウド違うんだよ。そこじゃないんだよ。こっちなんだよな。マークに出したかったんだよね。おえー、やばい。ロナウド。あ、オフサイド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 。はい、ロナウドオフサイド。今のはいいオフサイドトラップだな。あれがオフサイドトラップってやつか。はい、取る。はい、鈴木誠也走れ。ああ時間がねえか。せっかく点取ったのにね、一瞬で点を取り返された。だから支配率はうちが勝っている。このファイナルマッチ前半が終了しました。ここまでご覧になっていかがでしょう。優勝にかける思いがまさにぶつかり合った前半戦になりましたね。やはり決勝戦ともなると、行くと見せかけていかない。で、前線にはマー君がいる状態だから、ここでマー君がいるから1人多い状態でなって、こうしてカウンターをされると、1人多い状態でカウンターをされると。何を言ってるんだこいつは。この実況と解説は何を。チャーンス、うらー。もうクリスチャン・ロナウドは入ってたぞ、さっきの。なんで入んないんだうちのシュートは。オフサイドじゃないのかこれは。ようわからん。なんかミドル打ってぐちゃっとしたところで点取るみたいな、そういう作戦は。はい、カウンターさせない。こいつらカウンターが強いからな。クリスチャン・ロナウドのカウンター作戦が。おい、出ろ。おー、いい。うわ、やばい。うわ、今クリスチャン・ロナウドが、ちょっと来ないで。まずい、まずい。来ないでくれ。マーク頑張れ、走れ。簡単にワンツーでね、抜け出せないね。テッド、大谷一回当てて、で、こうして走ってマー君が真ん中空いてる。坂本、秋山、マイケン。あー、ダニーロ・ペレイラ。ダニーロ・ペレイラ。お、マリオ・ルイ、スタミナないね、相手。ここちょっと右から攻めるべきじゃないか。スタミナもないよ、相手。一気に、それは無理でしょう。高えな、お前。うわー、まずい。T、岡田。じゃあ、テッドか、これ。テッド、いけ。何それ。マリオ・ルイはもうスタミナない。攻める、ガンガン攻めていこう。激しいボールの奪い合い。よし。え？もう審判中国人じゃねえか。韓国人か。ちょっと距離ありますけどね。ロナウドは蹴らないんだな。キック。おお。内村選手変えようか。ファインセーブでフリーキックを止めます。坂本がちょっと調子が悪いから、ここ坂本シュートに変えて。マーさんが調子悪いのか。じゃあ今日は。ああ、吉野部行こうか。マークソが調子悪いんか。調子悪い時のマークは結構ホームラン打たれるからな。変えていこう、やっぱり。ストレートが走ってないんだよね。調子の悪い時のマークソン。だからスプリットに耐えがちになって、で、そのスプリットを狙われて打たれるっていうことがあるから今のはファールじゃないですか？違うんですか？いいボール。いや、ファールじゃないなら早く起き上がれ。あ、やばい、終わった臭い。やーぶね。あ、やばい。おー、うわ、あぶね。え、なんで、どこでイエロー。あ、これじゃん、これだからファールになるよ。なんでファールにならないのにイエローカード出んの、意味が分かんないんだけど。なんでファールじゃん、ファールじゃないのにイエローカードってどういうこと。ルールが分からん、サッカーのルールが分からん。
意味のわからないことをされてる。サッカーってルールわからんわ。ダルビッシュ完全にクリスチャン・ロナウドキープ。いや、なんかぐちゃぐちゃしてる、ぐちゃぐちゃしてる、ぐちゃぐちゃしてる。おー、危ねえ。なんだ、ぐしゃぐしゃしてた。今四角連打してた。ぐしゃぐしゃしてたし。あー、全員ついてくるね。これなんかめっちゃ相手攻めてきてんのかな、これなんか。めちゃくちゃ多い気がする。なんか多くね？ちょ、うちも横にパスしたんだけど、これ。大丈夫？あ、よかった。キーパー戻して、で、シュートが右にはいるんで、うちの。で、吉野部も調子は良くないけども、スタミナはあると。で、ここで。柔らかいボール。ウサインボルト。シュート、いや、ケズ、それはだからダメだって。サッカーなんか多くね、そういうの。ねえ、イエローカード。いや、今のはイエローカードでしょ、もちろん。むしろ、ちょっと悪質、警告試合にしね、次デッドボール当てたら退場にしよう。警告試合。これどうやって、チョンってやるの？チョンって。チョンってどうやってんの、これ。これか？なんだこれ。ラッシュラッシュラッシュ。ブルーノ・フェルナンデス、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。なんかラッシュとか言うか分からんけど、結局ラッシュは何だったかわからんが、ヘディングは強い。いや、クリスチャン・ロナウドどこいる？ちょ、見えない。クリスチャン・ロナウド消えた。いた。よし、黄色つけてるから分かりやすいね。ありがとう。キャプテンでいてくれてありがとう。キャプテンじゃなかったら誰がクリスチャン・ロナウドか分かんないからね。ここで受けて、裏のスペースを狙う。んいいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め、オフサイドね。最後まで目が離せませんね。シュート、大事な一戦、その難しさを今日は両チームとも。シュートを走らせ作戦でいこうか。長いボールを送ります。作戦名はよし、ヘディングで、ここ右にシュートがいる。よし、走れ。時間も少なくなってまいりました。このまま終わりますと、さらに前後半15分ずつの延長戦が待っています。フリーだ、ゴール！大谷翔平5点目、これで得点をランキングトップ。パフォーマンスはダサいと。84分。シュートを走らせ作戦成功しました。初めてじゃない？これ、こっから中に切り込んで、こっから走って、今まで多分決まったことないよな、これ中に切り込んでちゃんとパスして、ここでパスして、決まったの初めてだな、ちゃんと。大体なんか変なところにパスするからな。早く反応してしまったらオフサイドになりますし、このパッチ少し最高に難しいですから、見事。いや、完璧。そして大谷が5点目と。あとはじゃあクリスチャン・ロナウドを完全にマークしておけばいいと。クリスチャン・ロナウドをマークしておく。はい、オッケー。ヘディングはまずい、まずい、まずい、まずい。よし、オッケー。で、あとはシュートで走らせると、よし、走れ。このまま終わりたいとこですよね。そうですね。もう時間が過ぎるのを待つだけですね。得点王、得点王、単独得点王。めっちゃ悔しがってる、シュートが。シュートがめちゃくちゃ悔しがってたぞ、今。いや、単独得点王のチャンスかな。いや、相手めっちゃあれだよ。攻めてきてくるわ。こっちはもう完全に、カウンター。前線に入れます。やばい、ポルトガルタイムアップ。ちょっと待って、よーし。ウサインボルト走れ、来ましたよ。いや、だからそれはダメだって。か、絶対ダメだって。今のは絶対ダメだって。イエローでいいのか。そらそうでしょう。そんな抗議するか。時間ないんだから多分やめといた方がいいぞ、その抗議は。シュートよく怪我しねえな、こいつ。こいつは、よう削られてんな。これどうやってあれやるんだっけ？キッカー人数。これチョンってやりたいんだけど、チョンって。これ。俺これやりたかったんだ。大谷じゃないんだよな。大谷は中に行ってくれ。よしのぶ。大谷に点取らしたいんだよ、俺は。一人で上がっていく。ピー。ピー。竹。よーし。大谷の2点で、大谷の2ホームラン、2本塁打。前健と秋山、同い年だからな、やっぱり。喜んでるわ。
どういう状態これ。カメラマンどこに、カメラマン真ん中にいるのか、円の中に。藤波がコロナウイルスを撒き散らしてる。谷町にガッツポーズします。藤波慎太郎ここに来ても。そして決勝戦も遅刻します。藤波はシュート、そういえばシュートがキャプテンになったか。今ゲームキャプテンは坂本は坂本、かわいそうにシュートに持ってかれた。こいつキャプテンのふりしてる。シュート、キャプテンマークついてるから多分渡されたんだけど、いや僕じゃないですって言わないと、そこは返さないと。なんでみんなこう上下に揺れてんだ。写真撮影だろこれ。揺れるな、ブレるから。支配率もあとシュートの数もあって、ファールもうちの方が少ないと。パスの成功回数はうちの方が少ないのか。パス回数も少ない。コーナーキックもゼロだからね。お、大谷翔平、これ大谷翔平、あ、こんなの見れるんだ。俺知らなかった、俺見たことなかったね今まで。はー、平均速度12キロ、平均速度16キロ、速い。あ、でも鈴木誠也の方が速いな、 16.6 個。ドリブル距離 152m、 突撃出なのにめちゃくちゃ長いドリブル距離が。はあ、すげえ。これ最後得点を見れんの？お、見れるの最後。よし、大谷翔平は得点王、ハリー・ケインと並んで大谷翔平が世界の得点王です。ワールドカップ得点王獲得。そしてアシストランキングは、マエケン、あー、マエケン2位か、惜しいね。マエケンが2位と。レギュレーションは何、レギュレーションって。よし、じゃあ日本はなんとかワールドカップ優勝することができました。サッカー日本代表の借りを返しました。僕は日本2018年ロシアワールドカップの借りを返しました。野球日本代表で。